はい、どうも、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、日本酒。Amazon で購入しました、獺祭です。これね、高いやつですよ。多分、日本酒で一番高いんじゃない?今ね。獺祭の50ってやつですね。一番安いやつですね、獺祭の中で。定価がこれ 720ml で、これ 720ml ですね。で、定価が1800円ぐらいなんですよ。すでにね、その時点で高いんですよ。普通の日本酒は、1.8 リットルで1800円ぐらいですから、1800円が2000円しないぐらいなんですよ。すでに定価から高いんですよね、この獺祭って。で、Amazon で買ったら2200円ぐらいでした。アルコール度数が16度。原材料名が米かっこ国産。米麹かっこ国産米。精米具合が 50% となってます。純米大吟醸。大吟醸となってますね。の50と。まあ、50っていうのはこれ、精米具合が50っていうことから来てるんでしょうね。獺祭。ここに書いてあります。カワウソが捕らえた魚を岸に並べて、まるで祭をするよう、祭りをするように見えるところから転じて、歌や、文を作るとき、多くの参考資料などを広げ散らすことを指す。ああ、なるほどね。あ、そういう意味なんだ、獺祭って。全然知らなかった。また日本文化の、文学の革命児、正岡子規が、自らを獺祭し、獺祭初夜主人と号している。ちょっとよくわかんない。私たちは酒造りは夢造り、気づこう日本酒新時代をスローガンに、少しでも良質な酒を目指そうとするこの酒を世に出すにあたり、正岡子規にあやかって、酒名を獺祭と命名しました。朝日酒造株式会社。朝日酒造、これ朝日って読むのかな?ちょっと読み方わかんない。山口県の会社ですね。これ山口県ってどこにあるんだ?山口県ってどこにあるの?九州かな?これ九州ですか?珍しいですね。九州の日本酒って珍しい。山口県って九州じゃなかったっけ?かっこいい。ほら、ラベルが。獺祭。なんだこれ?あ、王冠か、これ。ほい。王冠です。それじゃあ飲んでいきましょう。ここまで高い日本酒は初めてじゃないかな。まあ、俺普段安い日本酒しか基本買わないから。安い日本酒って言っても、まあ、八海山とか、まあ普通に割と安いです。カンピー。おー、すごい。香りが。あー、米の甘い香りがしますね。あー、あれ?思った以上に甘くない。香りはすっげえ甘い香りするんですけどね。甘酒みたいな香りする。あ、なんだろうこれ。ほんのり酸っぱい。酸味があるね。あ、なんだこれ。すごい、初めて飲んだ、こんな変わった
味の、なんかすごいね、なんか、口の中で何か、なんだこれ、フルーティーな何か、こう、いきなりこう、フルーツ、なんかこう、なんだこれ、すっげえ香りがすごい。香りがなんか、今まで飲んだ日本酒とは比べ物にならないですね、これね。なんか香りがね、独特な香りするね。なんだろう、この香り。なんかちょっと、フルーツなんだけど、いやーこれはわからんな。フルーツなんだけど、例えられねえな。朝日酒造。朝日。あ、朝日ですね。多分これ朝日酒造って読むんだろうけど。朝日酒造ですね。朝日の漢字が、9に、数字の9に、日って書いて、朝日酒造。でね、これ最近ね、転売問題でね、この、つい最近、昨日ぐらいにね、スポーツ新聞にね、載ったんですよ、これ。うん。高く買わないでください。お願いですって書いてある。あ、ごめん、嘘ついた。これ、定価がこれ1500円ぐらいだわ。定価1500円だった。ごめん。だから Amazon で2200円ですから、まあ、ちょっと高いですね。大手スーパーなどでは、1500円のボトルが定価の2、3倍ほどの価格で売られていると。ネット上では3万円以上の値段で販売されるようになった。って書いてありますね。うん。まあ、日本酒だけじゃなくて、森伊蔵とかね、焼酎とかもそうですけど、森伊蔵もね、飲みたいんだけどね、ヤフオクで売ってんのかな？まあ、売ってんだろうけど、高いんだよな。でね、この定価で売られてる、この獺祭を定価で売られてる販売してる店あるんですけど、ただね、俺のね、住んでる足立区にはね、存在しなくて、あ、存在したんだったっけ、どこだったっけ、存在するんだけど、ちょっと遠いんだよね。で、それを考えるとね、電車賃とね、電車賃と手間を考えるとね、どう見てもね、アマゾンで買った方が安いという結論になりまして。アマゾンで買いました。これあれだね。香りがすごい、なんか、変わった香りだね。ものすごい変わった香りするね。なんか、なんだろうな。わからん。あー、あれか。ゴロハチっぽい。濁り酒っぽい味する。これ。それや。ゴロハチっぽい香りするな。なんか濁り酒。濁り酒ってあれ普通の日本酒とは全然違うじゃないですか。味とか、香りもそうだし。すげえゴロハチに似てる。ゴロハチっていう、日本酒あるんですよね。
まあ、多分コンビニでも売ってるんだけど、ゴロハチ。冬限定ですね。うん。ゴロハチっていうね、濁り酒が、菊水酒造、そう。俺の、地元の、新発田市の、新潟県新発田市の、日本酒なんですけど、これゴロハチうまいんですよ。これだわ。うん。ゴロハチだわ。ほとんどゴロハチですね。ただ、まあ、でも甘いん、若干やっぱ甘いんだよね、これね。で、香りもちょっと甘いんですよ。だからこの香りはすごい、ゴロハチに似てるよね。この濁り酒の変わった香り。うん。には似てるよね。ただね、うん。個人的にはあんまり、あれだな。あんまり美味しくない。うん。俺、辛いのが好きなんですけど、香りもやっぱり、味だけじゃなくて、やっぱ香りも、これは、香りが甘いんですよ。で、俺はやっぱり、香りもやっぱり、ほとんどしないような、やつがいいかなって。辛口なやつ。本当にドライな、やつが好きなんで。そこまで、これはすごい香るのは確かにそうなんだけど。うん。まあ味としては、ものすごい変わった味しますね。うん。複雑な、ものすごい複雑な味がする。確かに。これは高いのはなんとなくわかる。こんな変わった味の日本酒飲んだことないわ。ああ。なんかすっごい複雑な、なんかいろいろ絡み合ってる香りがするね。口の中に広がるんですよ。これはでも、買っては、まあ買って、これはちょっと体験してよかったかな。買ってよかったと思いますね。うん。獺祭って結局ほら、高い日本酒の、さっきも言ったけど、すげえ高いんですよ、これ。さっきこれが1500円って言ったじゃないですか。普通の日本酒この 720ml だったら、まあ、700円ぐらいです。うん。俺がよく買う、腰の乾杯とか、あと、八海山、あそこら辺の、レベルの日本酒だったら、普通に 720ml だったら700円で買える。定価は700円ぐらいです。それなのにその倍するでしょ ?1500 円。うん。もう定価から高いんですよ。星の完売って高いってイメージあるんだけど、実際は定価は安いんです。非常に安いんですよ。うん。一番、あ、ごめん、嘘ついたな。まあ、ほとんど一緒ですね。腰の看板の一番安い白ラベルってやつ。あ、うん。あ、そっか。いろいろ嘘ついたね。いろいろ嘘つきましたね。これは、なぜ高いかっていうと、純米大吟醸酒だからですね。あ、ごめん。この獺祭っていうのはね、普通酒売ってないんですよ。普通酒とかの、清酒とか、清酒っていう部類のやつは売ってないんです。で、大吟醸だから高いんですね。で、確かに腰の乾杯も大吟醸、純米大吟醸だったら高いです。むしろこれよりは高いですね。今見たところによると、純米大吟醸、星の乾杯の純米大吟醸はなんと 720ml で4644円。定価です。これは定価です。で考えるとやっぱりあれなの。
別に、そういうことでもないってことか。純米大吟醸。あれ？あ、そう。ああ、でもまあ。うん。そうですね。やっぱ高いですね。だから、獺祭の普通酒が俺個人的に飲みたいなって思うんだけど、この会社は普通酒作ってないみたいで、うん。ですよね。だから高いんですよ。だから、俺の言ってることは全て間違ってたね。高いっていうのはなぜ高いかって、それは大吟醸だから高いに決まってんだよ。で、普通酒が売ってないんで。うん、でね、これは俺がちょっと甘いって言ったんですけど、これね、大吟醸ってね、甘いもんなんですよ。ああしかも純米でしょ、うん、もう製法からしてね、ドライには作れないんですよ。辛口な純米大吟醸ってなんだ存在しないでしょうね。うん。まあ、得てしてしょうがないです、これは。うん。まあ、でも、大吟醸っていうよりは、この獺祭っていう銘柄の日本酒は、まあ、いろいろね、プレミアとかってなってるんで、やっぱ日本酒でプレミアってなると、今のところこれですよね、獺祭。まあ、一昔前は腰の完売だとか、なってましたけど、まあ、この銘柄の日本酒っていうのは、まあ、飲めなかったんで、飲めてよかったです。うん。価格なりの価値はあったかなと、思います。まあ、確かに、まあ、これは好きな人いるのはわかるわって思いましたね。さすがプレミアって感じします。うん。だってこの香りと味すっげえ複雑で、これは普通酒じゃ味わえねえよって。まあ、ただ俺は普通酒の方が好きなんです。俺の、辛口なのが好きな人って、やっぱり普通酒が好きじゃないですかね。大吟醸とかになると甘くなるんですよ。なんでかっていうと、米をこう削っていく過程で、内側の方が米って甘いんですよね。だから、精米具合をどんどん、こう、下げていく 30% とかになると、もう 30% しか残ってない状態になるともう、甘い部分しか残んないんですよ。だから甘くなるんです。一番辛口なのは、やっぱ、普通酒が一番辛口でうまいんですよね。ただ、俺は個人的にやっぱ獺祭のこの普通酒が飲みたいなって。もうこのサイズで、1000円しない ?720 だったら700円ぐらいの普通酒出してほしいっすね。俺はやっぱ普通酒が一番好きなんで、いろんな酒飲んできたけど、まあ日本酒だったらやっぱ普通酒が一番うめえなって思いますけどね。獺祭の、獺祭と。まあ今じゃもう結局その定価で手に入れてヤフオクとかで、売っちゃうみたいな。そっちの方が儲かるみたいな。まあ儲かるっていうかその転売ですよね、いわゆるね。だから結局転売する人間が増えるから、その正規販売店っていう、まあ定価で売ってる、販売するところも、なかなか売りづらくなってるっていう。
まあ、結果になっちゃうんですよ。石鹸とかも売ってるよ。グラスも売ってる。グラスも売ってるし、酒ケーキなんてのも売ってるぞ。うん。一番この獺祭の中で一番安いのがこの、これなんですよ。うん。720ml で1539円が定価です。この純米大吟醸50ってやつがね。もうそれ以上のやつはもう、すごいですね。値段が3万2000円とかします。720ml で3万2400円だって。まあまあ。まあまあ。うん。まああれですよ。結局のところ、この味はやっぱり大吟醸だからこそこの複雑な味なんだろうなっていうのは、なんか、分かっちゃいました。うん、まあ、ただ、僕の貧乏舌には合わないなっていう。うん、やっぱりその、普通酒の、ね、味が好きだなって。コク。甘み、香りがこうだな。まあでもこれは一回は買って飲んでみた方がいいんじゃないですかね。この複雑な味はなかなか味わえるもんじゃないんじゃないですかね。4454です。ご視聴ありがとうございました。